今回のゲストは、ザスパ草津群馬の奈良社長とそれから奥野監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥野監督にお伺いしたいんですけど、はい、チームはどんな活動状況か教えてください。時計を見なきゃ日付が少しわからないんですけれども5月25日から、はい、グループ練習を再開しました。自粛してる間もチームとして何かこうオンラインとかでやったりとかいろいろ発信とかっていうのはあったんですか？そうですね、オンラインの発信と、まあ、オンラインといったら全てが今オンラインですけれども、文字での発信と文字ね、はい、映像での発信と、そしてベーシックなトレーニングのメニューを提示するような形で各自それをしっかりアレンジしながら、その置かれた状況でできることをしっかりやってほしい。ここからもう一回立て直すのか、それともちょっと新しくっていうふうに思ってるとかっていうプランって何かありますか？中断前と比較すると違った何でしょう、ハーモニーを目指していきたいなと。それぞれのやっぱり個性と特徴もつなぎ方を変えたりもしていく工夫って必要だと思うんですね。それは何でかっていうと、やっぱり日程的に、まあ、月にタイトな数多くの試合を経験できると、まあ我々にとっても初めての初体験な話なんで、そこに対するワクワク感っていうのは多いですね。今は始まったところっていう感じで、で徐々に段階的に、ね、状況が良くなればチームとして再開していくっていう、まあ、そうですね。それは練習の置かれた環境がまた変化していく部分もありますし、あとは反対に言うと、今少しその僕らから見た目でもばらけてるんですよね、コンディショニングの状態がね。そこにやっぱり個人的に少しフォーカスしてアプローチしていってあげて、全体としてまとまっていくように、複合的に最終その再開のところにベストな近い状態に持っていってあげてね、より高いところを目指せる人はもっと高く目指せればいいわけですし、ファンサポーターの人たちとのつながりを、まあ、これを切らないようにっていうことですね。まあ、新たな取り組みとして、まあ、若いスタッフたちがね、中心となっている、まあ、シュアグルとかですね、あとメルマガとかっていう、これはシーズンシートホルダーさんに向けたり、スポンサーさんに向けたりして、まあ、特定の人ということを対象になっちゃうんですけども、そういう人たちに今クラブの現状を理解していただけるような発信をしていこうということ、まあ、先ほど言いましたシュアグルなんていうのは、まあ、普段私どもがお世話になっている、まあ、出店業者さんとか、お付き合いのある、まあ、飲食関係のお店の方、あるいはこれからつながっていこうという人たちにも広く呼びかけて、私たちが地域に何ができるか、クラブのフロントスタッフ、このスタッフたちが非常にこういう厳しい状況の中でクラブを自分たちが支えていくんだというところに気づいてくれて、そして、動き出したことは非常にこれ将来につながっていく、私は大きな財産貯金が今しつつあるな、苦しいからこそできてるんだなというのがあります。常にアンテナ高くしてですね、まあ、J リーグの実行委員会というのは月に1回やるんですけども、今シーズンに限っては2週間に1回ぐらいやってます。でそういう中でさあ再開しそうだというとか、また社会情勢でって伸びたり、というような、また足踏みだということをね、これも日本中我慢してることは仕方ないんですけども、そういうことを、監督に伝え、選手に伝え、じれないように、そう今あることの中でぜひ頑張ってくれということで伝えて、まあ、選手たちのメンタル面が落ちないようにということを一番考えてますね。ここから先ファンサービスって形が変わると思うんですけど、訪問とかもやってらっしゃるじゃないですか、スクールで幼稚園もあるとか、そういうのもこれからどうやってやっていくかっていう工夫とか、今先ほど社長もおっしゃってたスタッフとかいろんな人たちの工夫と努力って必要なんだろうなって、ね、物理的なものよりも私はメンタル的なつながり、信頼、
この辺をどうに構築していくかということが、大事で、やっぱ渡辺晃大ですかね、がやっぱり彼は選手歴も長いし、そういうすごくファンサポーターを大切にしているような、言動が、キャプテンでもありますね、してくれてますよね。個人でもいろんな発信をしてくれてるし、うちのアカデミーにの子どもたちにリモートっていうんですか、あれ使って、まあ、発信してくれて、サッカーが上手になる方法とか、そういうの、青木翔太もそれしてくれたようなことも聞いてますので、定期的つうかに選手たちがサポーターと少し交流ができるようなことを考えていくことが必要かなと思いますよね。触れないけども握手はできないけども、やっぱり身近に感じるというようにしてもらえればありがたいなと思います。目に見える形から今度は目に見えないことを大切にしようというところの部分になってくると思うんですね。ですからなおさらより丁寧に発信していくことも大事ですし、その感謝の気持ちを伝えていくことも大切でしょうけれども、だから何でしょう、結局は非常にいろんな意味での転換点だというふうな認識してます。ただ物理的に何か接触がある必要もなく、そうじゃない非接触型のやっぱり我々の心持ちが試されているのかなと、その表現は直接的な部分から間接的な部分に変化せざるを得ない。でも非常にそれに慣れ親しんでるんで寂しい気持ちはありますよ ね、 そうですよね。寂しい気持ちはあるんですけれども、結局そこで本当の自分たちの価値を言葉の発信プラスあとは行動ですね、で お伝えできれば。サッカーのすごい好きなところはやっぱり握手、こうラフなプレーがあってもお互い握手してまたっていう、そういうのとかユニフォーム交換したりとかっていう、熱くなればなるほど前後のあのこうお互いのやり取りがサッカーって好き、すごく好きで、そこがもう自分の中では一番こう寂しいっていうか。そうですよね。その中でもう変わらないようなそういう更新的な態度だったり、その言動だったりっていうことがより求められるっていう意味では、さっき奥野監督言ったように試されてるのかもな。ねえ、それこそ本当にゴール決めてもなんかお辞儀するよね。ちょっと一昔前の、武士道じゃないですけれども、そういう愛、自分たちが喜びを表現する、感情を表現する以上に相手に対して敬意を払いつつ自分たちもやっていくようなね、スタイルっていうのも。奥野監督が就任した時、あそこは一つのコンサート会場だというような表現なさったんですけども、その中のところが、再開するとしても無観客から始まっていく。じゃあそれぞれサポーターがどういうつながって応援していくかなって、もうこれも無観客試合が始まるんだったら始まるんで、一つ課題があるかなと思います。サッカー選手っていうのはやっぱりあのサポーターの応援の声が1センチボールに足を近づけさせてくれたりですね、もう一伸びするとか、もう一つ髪の毛で触れるぐらいのとこを後押ししてくれる、そんな気がするんですよね。そんな気がする。だからサポーターの声って応援のうわーっていうところで思わぬ力を発揮させてくれる。周りからのやっぱり応援に自分が持ってる力以上のものを発揮させてもらってた、それを今度は自ら反対に発揮することによって、その現場に直接いらっしゃらない、来ることができないファンサポーターのみんなに伝えていく、となったらやっぱり求められるハードルが上がっただけの話だと思うんですよね。ですからそういうそのスタンドの背後には必ずそういう人たちの姿があるっていうことをもっと鮮明に自分たちが我々が意識しながらプレーしていく。ぜひお願いします。もうそれだから非常に我々の成長の糧になる。だからよりいいプレーがいっぱい生み出していってもらいたいし、生み出すべきところが我々が今求められていることなんじゃないかな。ただの声が聞こえなくても聞こえてもらわなきゃね。そう、ね、それぐらい、そうですね、直接的な、さっき言ったように物理的には聞こえないんだけども、それがもう感じられるぐらいのものを自分たちのエネルギーに変えてピッチで表現する。そうですね。大勢の
方がいらっしゃる中ではどんなに叫んでても声が聞こえない、でも声出し放題だしゲームとしては絶対にもっといいものになっていると思うんですね。互いの声が響き合いながら奥野監督のコーチングが思いっきり聞こえるからね、うん、それちょっと恥ずかしいからねスタジアムでしない分じっくり見る人が増えると思うんですよ、ね、そうなった時にやっぱバレちゃいますね奥野監督そういうバレちゃうじゃなくて言ってることとできてること違うんじゃないかみたいなね相手によってパワーバランスも変われば形も変わるじゃないですか。そこが醍醐味なんですよね。多分毎試合毎試合対戦相手が違うんで違った姿をお見せすることに必ずなるとは思うんですよね。じゃあもうやっぱり対戦相手に応じて柔軟に対応していくサッカーを目指してる、うん、あ違いますか。こちらが主導権を取って、はい、まず攻撃でも主体的に、うん、守備でも主体的に能動的にやりたい。そんな中で相手の例えばストロングポイントがあったらその部分は受けざるを得ないし、反対に相手のウィークのところがあれば自分たちが先手を取っていける。でも全体的に本当は全てにおいて先手を取って能動的にいきたいんですね。やってほしいことっていうのはやっぱり自分があいけるって思った時にいけるような自分であったり、自分が危ないって思った時に戻れるような自分であってほしいだけの、まあ、肉体的なコンディション、あと精神的なタフさを身につけてほしい。あ今きついからいけないし、いやきつくて戻れないっていうのはなしにしてほしいな。こうベテランの選手も結構いらっしゃって、うん、若手もいてっていう中では本当に多分切磋琢磨で多分奥野監督煽っていくんだと思うんですけど、すごい優しい優しいって言われるんですよ。そうなんですか。優しいんだって思ってね、ああなんでこんな優しくなったんだろうとかね彼らの力を発揮してもらえればいいという、それ彼らが上手くなってほしいだけなんで、選手たちの力を発揮させる方法が方策が変えてきただけであって、ハートは熱いままだと思うし、表現が違ってくると年齢ってそうでしょ年齢上がってくると若い時はやっぱり目の前のことに感謝するけども、ね、ワンプレー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 でさカッカーするけども、やっぱり年取ってくれば、まあ、そこはそこだなっていうような決定的なところは厳しくいくんでしょうけど、それ以外のところはそういう余裕も出てきたんじゃないですか。グッドのプレーなのかバッドのプレーなのかっていうのは自分自身が分かんないと、分かるような選手を育てたいんじゃないかなって私は奥野さん見てて監督見てて思いますよ。スタイル、サッカースタイルの構築と多分勝たなきゃいけないっていう両方をなんかこう担ってるのかなって思うんですけど、結局は勝利を求めつつやっぱりこれぐらいの働きかけをしたら必ず勝利とイコールに近づくよねっていう話だと思うんですね、うん、かといってこちら側だけを強調してるとこっちはどうでもいいのかみたいな、でそれもやっぱり心の中でのまあこの天秤の話だけど両方求めてもいいと思うんですよね、うん、いやもう私は奥野監督がどういうサッカーをしていくのかすごく楽しみで、私も、ね、当初目標を定めたところで、うん、まあ確実に社長おっしゃられたように残留はマストだよっていうところと50と16位っていうのはまあ変わらないですね。でもあくまでもそれは数字的な目標であって、目指すべき我々の目的っていうのはその先には必ず応援してくださる方たちの笑顔であったり喜びが存在するわけで、そこを見失わないような戦い方を結果に左右されることなく発揮し続けていく。選手はね、逆に言うと選手にとってはチャンスのシーズンかなって ね、はい、そうに捉えて、やっぱり準備期間このところしっかりしたし、もちろんこのなんだ自分で練習できなかった時個人でやってたんだけど、そういうのが全て囚われてプロ選手としての資質っていうのがここのところで一つ確かめられちゃうかなって、プロ選手としてね、J2 に戻るんだと、そういうことでうちの社員たちが非常に前向きに取り組んでくれて、そういう姿勢が
スポンサーさんたちやですね、周りを応援してくれる人たちの心を動かしてくれたんじゃないかな、まあ、スタッフが頑張ったということと、サポーターの皆さんの応援もあったり、ということだと思いますね。嘘も偽りもなく本当のことを、示して、それでご理解いただいて、いいことも悪いこともいいことも悪いところで、悪いこと批判もしっかりです、批判とか、まあ、いろんなアドバイス助言もいただきながら、やっぱりフロント改革、財政面ですよ、フロント改革をしていかなきゃいけないということで、ね、今まではこうだった、ああだったっていうようなご批判もあったことを改善していこうよということで、まあ、スタッフたちが、社員たちがですね、やっぱりそういうところを気づいてくれて、接し方、動き方、まあ言ってみれば働き方を変えてくれたということが、これが一番大きいかなと思いますよね。スポンサーさんたちも、まあ、自社のその、会社の広告宣伝というためにザスパを応援しようという企業もあります、ありますけども、また一つそれとはまた別として、群馬県のプロサッカーチームを一緒に作っていくんだという、スポンサーさん、あるいはそういった経営者の方のザスパ を一緒に作っていくんだ、応援というよりも一緒に作っていくんだというような気持ちで、いてくれる方もいるんですよね。だからそういう人たちが非常に心強いし、まあ、そういう気持ちがあっても、まあ、今このコロナでそういう気持ちがあっても、自分の本体の方が、自社の方がやっぱり営業成績が落ちちゃってて、経営が今こうなってるんで応援できないんだっていうような方もいらっしゃるでしょうけども、やはり私はみんなでただただザスパの経営陣だけでザスパ作っていくんじゃなくて、群馬の経営の知ってる方たち、ぜひザスパを応援して一緒に、スポーツ文化、サッカー文化を、まあ、サッカーから群馬県のスポーツ文化、群馬県のそういった社会づくり、人づくりを一緒にやりませんかっていう、そういう提案をしながら、やっていければなと、もっともっとこれから必要かなと思います。女子サッカーって景気の波に左右されてきたんですよ、はい、景気の波、女子だけじゃない、女子だけじゃなくて、はい、他のスポーツもそうなんですけど、景気の波に、はい、波で左右されちゃうっていうのがあるんですけど、やっぱ海外の強いところってどんな時も地元が支えるっていう、それがやっぱりこのクラブとしての、まあ、今一番聞きたかったのは今後のザスパのビジョン、そこですよね、はい、だから親会社を持たないクラブ、まあ、これを県民クラブと言っていいんかな、はい、まあ市民クラブなんて言うんですけども、私たちの場合は県民クラブとしてね、やっぱり地域みんなで、作っていこうよ、スポンサーさんにお金出してよ、ね、パトロン求めるんじゃなくて、一緒に、ぜひこの文化を作っていく仲間になってくださいということでですね、そして監督はじめ選手たちのその感動や、あるいはそのピッチ面もそうですけども、それ以外のところで県民サービスとしてファンサポーターと近づいて、まあ、先ほどもちょっとありましたけども、今手は触れられないけども握手したりハイタッチしたり、あるいはサインをしたりっていう、そういうところでもっと身近な存在になるようにしていただいて、やっぱり俺たちのチームなんだとね、ヨーロッパじゃないけど、さっき俺たちのチームなんだということで、みんなが経営者になってもらいたいなと思いますよね。だからね、言葉で言うとね、簡単なんだけど、一生懸命とか感動とかっていうそういう言葉になっちゃうんだけどもなっちゃうんだけども、だからやっぱりそういうことに尽きるかなと思いますよ、やっぱり、そうですよね、いかに感動するプレー、一生懸命やって感動するプレーが、私はザスパのその原点はその泥臭さっていうふうに自分では捉えてるんですよ。よくサポーターの人と話すと、泥臭くも、さっき言ったように髪の毛一本でも押し込んだゴールとかっていうね、髪の毛一本じゃ入んねえんだ、ボール負けちゃうけども、表現としてそうなんだけども、その泥臭さっていうものを一つは原点忘れちゃいけないんじゃないかな、ね、華麗なプレーっていうのも見てて感動はするんだけど、すげえなと思うけどもね、華麗なプレー目指してほしい、いや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 、わかんない、その中でその華麗なプレーの中にの中でのメンタル面の泥臭さっていうかな、っていうものはやっぱり私は最初立ち上げた時にあったんじゃないかなっていう気がするんですけど、
ックの監督は鹿島の黄金時代にプレーしてた方じゃないですか。そういう選手の時にそこからこのザスパーっていう、まあ、あの時は働いてる選手も多分はい、おりましたね。大体働いてて、まあ、僕なんかは別に。そこにこう来た時の何かこう思いとかあったんですか、うん、とか。ああ、やっぱり立ち上げの理念のところで、うん、その、うん、それ現場に足を真っ白な、まあ、雪景色のところに足を運んでね、見た瞬間に。勝手に心が動いちゃったんで、しょうがないですね。すごくないですか。普通逆だよね。こんな雪が多いところでサッカーできねえぜっていうのは。その当時ちょうど NPO が立ち上がり始めてて、うん、総合型の地域スポーツクラブで日本を元気にしよう。そんな中で J リーグの理念では各市町村にやっぱり核となるスポーツクラブ、それをサッカーをしたいとなるクラブを作りたいねっていう100年構想があって。ちょうどもう90年構想ぐらいになってましたかね。それに共感してた中で、おお、ここの町でそういうことができそうだっていう、なんか感じを受けてね。大きな大きな夢があるんですけども、やっぱりそこでやっぱり群馬にスタジアムを作りたい、それからクラブとしても練習場専用チェス戦術で作っていくっていうことも少しずつ少しずつ今始めてますんで、チームもすごく多いし選手の数もすごい多いじゃないですか。それのこう割合的にはグラウンドがなかなかないなっていう印象がありました。一番最初に私も同じことを言って、ただ自分たちが欲しいからっていうんじゃなくて、こう地域貢献をしたいんだけど、結局グラウンドがないとアウェイ出かけなきゃいけないとかっていうのがあるので、なかなか密着ができない。パッとあそこ行けばサスパラやってるとか、パッとあそこ行けばじゃあ行く映画とかっていうふうに、なんか拠点って大事かなとは思います。そうですね、だからそういうのをこう思ったらさ、夢じゃなくて目標にして頑張りましょうよ。そうですよね、うん、その周りに練習場がいく何面かあって、 そうですよね、そこをジュニアの子だったり女子の子だったり、ジュニアとかユースの子たちがそこで練習をしたりとかね、その周りにね、そう一般の方がそうサッカーだけじゃなくてジュース飲みながら見てるっていう光景がこうあるといいですよね。本当そうですよね。本当そうなんですよね。でも最初に奥の監督ですが、試されてるのかなって、う、ね、いかに一つになれるかとか、新しく自分たちで作っていけるかっていうのが大事なのかなって思って、 そこに憧れのレジェンドを持ってきて憧れ、本当見ていただける皆さんに、まあ、元気と勇気をお伝えしたい、まあ、それには我々がまず元気を表現することと、まあ、勇気をプレーで表現することは全てだと思います。表現者として自分たちが躍動する姿をみんなに皆さんに見ていただきたい、まあ、そんな思いで取り組んでます。どうぞ我々から勇気をもらってください。頑張ります。ありがとうございますっていうふうに、ほらまとまらな いコメントになるじゃないですか。じゃあ私からですけども、はい、ありがとうございます、お付き合いいただいて、まあ、貴重な時間過ごすことができました。まあ、ご覧になっている皆様、今、まあね、こういう状況で、みんなが大変な状況です。こういう時こそですね、みんながやっぱり、ちょっとの我慢と、そして大きな希望を持って毎日過ごすこと大切かなと、思っております。まあ、今日こういう機会を得てですね、監督ともいろいろまた話をできて、ザスパはまた再開に向けてですね、準備が始まっていきます。皆様とやはり正田スタジアムでですね、一緒になって一つの監督がいつもコンサート、サッカーを通じたコンサート、いい音が奏でれるように、そういう日が来ることを信じて、頑張っていきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。